皆さんこんにちは、みかおです。今日はパーソを書いてみよう12回目で家具のお話をしたいと思います。で、左側がベッドで右側がテーブルと椅子を書こうと思っています。でまず高さを覚えてほしいんですけども、ベッドと椅子はだいたい40センチですね。40センチ座る部分は40センチで、テーブルは70センチ約ですね。まあ製品によってちょっとずつ違いがありますけども、この寸法は覚えちゃってください。でまあ覚え方ですけども、ちょっとこじつけですけども、椅子の形で 4、これから40センチで、テーブルの形で7で70センチで、覚えると楽に覚えられますね。もう二度と忘れないですね、この形で覚える。でじゃあまず、ベッドですけど、まあ4畳半で、枠を取ってきましたけども、簡単な例で、でまずどうするかというと、平面に家具の形を描きます。どこに置いてあるかを描くわけですね。それがポイントです。いきなりこう適当に描き始める人が結構多いんですけども、それ絶対やめてください。どこに置いてあるのか分かんなくて適当な図になってしまいますんで、ここですね、この赤い線、まずベッドの位置を決めると、床に書くってことです。ここが最大のポイントですね。床に家具の位置を書くと、それが最大のポイント。次にあとは高さを取ることです。で高さをどうやって取るかっていうと、40センチですから40センチ。あ、でベッドの大きさは1メーター×2メーターですね、約ね。まあ製品によって差があるけど、約1メーター×2メーターです。1畳よりちょっと大きいぐらいですよね。昔は1畳で人が1人寝れましたけども、今はちょっと背の高い人も多いので、1メーター×2メーター、あるいはもうちょっとという寸法が多いです。で、まず 1×2 を床に引いて、次高さですね。高さ40センチをガラスのとこで取りますね。ガラスのとこ、これガラスにぴったりくっついてるってことですね。ガラスにくっついてるところで取るのは、何度もやったようにこう羊羹がベタッとくっついてるところでしか寸法は取れません。なので、ガラスのところで取ると、でそれを奥に持っていくわけですよね。で壁の部分で測ってこう奥に持っていく、まあどこで測ってもいいんですけども、壁が一番端っこで一番取りやすいんですよね。で VP まで持ってって、でそれからあのさっき赤い位置をここに書いたんですが、そこから垂直に線を立てていきます。こうやってね。でそれ横に引くと、そうするとこの箱が書けるわけですね。箱、40センチの高さの箱が書けます。これがあのベッドの輪郭ですね。でこれだけだとちょっと棺桶みたいに硬い棺桶みたいなんで、これに細工するわけですね。で普通はベッドヘッドっていうのがついてるんで、まあ、これもまあ高さある程度決めて、まあ、こんなデザイン入れたりしてやると。でここですね、問題がここ、あのベッドですけども、ベッドは普通下に硬い部分があって、で上に柔らかいクッションがありますよね。もう赤い線ちょっと消していくと、こういう感じです。こういう感じですね。上にクッションがあると、こういう形になります。でさらにこれでもちょっとベッドらしくないんで、こう枕を適当に置いてですね、あのホテルで見るようにベッドメイキングした状態で書くといいと思うんですよね、こういう形で。で、ペン入れするときはですね、ここの角の四角い部分は、こういう角の四角い部分は線を引かないのがポイントですね。柔らかい線は、柔らかい線は角の四角い部分、こういうところの角の線は引かずに、ちょっと丸みを帯びた感じで書くと、こういう感じですね。そうするとちょっと雰囲気が出てきます。でさらにちょっと盛り上がらせて、さらに、これだけだとちょっと立体感ないんで、最終的にあの、まあ、コピックとかで色をつける場合、こっち側に濃い色をつけるんですよね。
向こう側から光が当たってる、まあ上から当たってる場合でもこうですけども、こんな感じでやるとちょっと立体感出ますよね。でさらに、シワをちょっと 2,3 本入れとくとこんな感じで、そうするとまあベッドになるという感じです。これで、であとは実際のベッドの写真を見ながらデザインのいいやつを拾っていって描くということです。でもう一回言うと、床に位置を描いてここで高さを取って横に引っ張ってきて四角い箱を描くということですね。であとはデザインをしていくと。で次、こっちですね。まず簡単なテーブルの方からですけども、同じように70センチの高さを壁で取ると。で、テーブルの位置、例えば真ん中だとすると、ここに置いたとすると、この高さですね、こう横に引いていって高さをここで引いて横に持ってくると。ここもそうですね。そうすると高さが拾えますね。同じように、まあ、箱、まあ、箱にしちゃうとこういう感じですね。ここで高さを取ってこういう感じです。いいですかね。これでテーブルの、まあ、輪郭が取れるということですね。でテーブルはですね、まず、まあ、当たり前ですけど天板、板があると、そうです。板の厚みを書いて、で足を書くんですけども、学生のパースを見てると、これ足太く書きすぎですね。で写真をよく見ながら丁寧に引いていった方がいいんですけども、木製のテーブルでもこう足を細く、わざわざこう斜めにして細くしてるのが多いですね。でさらにここに棒が入るんです、下に。ですからテーブルの板があって、こう足があって、ここにも、まあ、板が入るんですね。これがないとここの直角が維持できないんですよね。なのでここも描くようにしてください。そうするとそれっぽくなります。で椅子も同じように、ここに、まあ、40センチ角か50センチ角ですね。ダイニングの椅子は、まあ、40センチ角ちょいぐらいですかね。でそれを箱にして描きます、こうやってね。でさらに背もたれも箱っていうか板ですね、この場合。もうこれも写真を見ながら描いて、あとは、写真を見ながらデザインをしていくと。こういう感じで。で、これ適当に椅子っぽく描くっていうのはなかなか難しいんですよ。で、学生にやらせるとこれかなりかっこ悪いのができてきて、で、パースをぶっ壊しにしてるのが多いですね。家具を適当に描いちゃって。で、パースは結構家具の絵で決まるところがあって、非常にここは大変なところなんですけども、こここそしっかり描くと。枠はもう慣れてくれば1分かかんないで描けちゃいますよね。この部屋の枠とかこのグリッドの線とかは、まあ、あっという間に描けますけども、家具が割とちょこ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 描いてると10分、20分はすぐ経っちゃいますよね。で、この望むデザインの家具を描こうとするともう結構かかる。時間かかりますね。ただここをしっかり描かないといけません。で、CAD でもいろんなデータが用意されてポンって置くようになってますけども、自分のデザインがなかなかいいデザイン、これの合ったデザインがなかなかないっていうのがあるんで、まあこれもある程度描けるようにしておくといいと思います。まあ今日はここまでですね。で、もう一回復習すると、まず床に位置を描くと、これは絶対です。これ絶対最初にやってください。床に位置を描く。床に家具の位置を描いて、それから高さをこう取っていくわけですね。こう垂直に線を引いて、で高さを取るのは必ずガラスのところで取って、こう奥に持っていくと。そうですね。よろしいでしょうかね。まあどこで取ってもいいんですよ。こっち側で取ってもいいし、こうやって。まあここで取ってもいいんですよね。こうやって。こうやって。ここで取ってもいいと。どこで取ってもいいんです。ガラスのところで取ると。ただまあ端っこの方が取りやすいんですよね。ということです。ありがとうございます。